春が過ぎ去っていくようで寂しいが、あの京都風情を感じさせてくれる市電、京福電鉄、嵐電は、観光客で一杯で賑わっていたと言われていた。知人によると、太秦広隆寺駅を出ると、京福電鉄、嵐電の右車窓には、広隆寺の山門が映し出され、京都を感じさせる趣が好きだと言われていた。しかも、嵐電のあるおかげで、比較的、交通の便が良くて、京都らしい風情でありながら、生活に、便利なスーパーも充実しているので、住宅地としては人気の地域と言われていた。そんな桜の花見に京都、嵐山に行き、嵐電からの風景が素晴らしくて話題になっていた。では、どうぞ。今回ご紹介する動画は、海外の旅行サイトが FB に投稿したもので、日本の鉄道と花にスポットを当てた映像集になります。序盤では、京都、嵐電の車窓から見る桜のトンネルが、中盤では、南房総を走るいすみ鉄道の線路沿いに桜の花が、終盤ではまた京都に戻り、ケアゲインクラインの桜が紹介されています。鑑賞のために、線路沿いに木や花が植えられているのは海外では珍しいようで、映像には、その美しさや、自然をめでる日本人の精神性などに、称賛の声が数多く寄せられていました。海外の反応。日本の風景も、日本人の精神も、これから何百年経っても、ずっと変わらないでほしい。国籍不明。日本人は、どんな時も、美と自然への敬意を大事にする国民性なんだね。先進的っていうのは日本人みたいな人たちを指すんだよ。文明と自然の共存はどうあるべきなのかを、僕たちに教えてくれて、どうもありがとう。スペイン。完全におとぎ話の世界じゃないか。ロシア。日本はバナの国として有名だもん。それにしても見事。ルーマニア。もちろん、日本さ。あの国には、花の名所に行くために作られた駅が、いくつもあるくらい花が愛されてるからね。フランス。景色も、本当に綺麗で素敵だけど、私は、日本人の自然への敬意を、より美しく思う。スペイン。4月22日はアースデイ。この美しい国をみんなでめでましょう。ルーマニア。いつか絶対乗りに行きたい。あんな綺麗な景色を眺めながら旅ができたら最高だよね。ドイツ。私の地元の鉄道会社も動画を見て参考にしてほしい。アメリカ。もし来世があるなら、私は日本に生まれてみたいです。トルコ。誰か、私を、あの美しい国に連れ行っておくんなまし。カナダ。君たち、これがシビライズされた国民が乗る電車だよ。豪在住。俺の国を支配したのがポルトガルじゃなかったら、今頃もっと発展した国になってたはずなんだ。ブラジル。これだもん。そりゃあ親日家が多いわけだよね。フランス。日本人とヨーロッパ人は、花をとても大事にするね。国籍不明。車窓から見る日本の風景が、今でも時々恋しくなる。イギリス。ラトビアもこれくらい景観を大事にしてほしい。ラトビア。こんなに綺麗な路線があるなんて信じられる？ポーランド。日本はあまりにも美しい。台湾。日本はおとぎの世界だね。私も、いつか、ゆっくり日本を旅してみたい。スロバキア。こんなに美しい鉄道風景は他にないだろうね。チェコ。やっぱ日本だと思った。こっちにはあんな綺麗な風景なんかありゃしない台湾。やっぱり京都の桜は特別な感じがするアルゼンチン。これが天国を映した世界初の映像か。国籍不明。俺は日本を羨ましいとは思わない。ただ悲しいんだ。なんで、俺の国は、こういう環境づくりができないんだよ。ブラジル。日本の春の美しさに比肩する場所なんて、世界中探しても他にないんじゃないかと思うんだ。アメリカ。日常の至るところに美を発見できる。それが日本だよ。ロシア。人生で、
これより美しい光景を見ることはきっとない、アルゼンチン。ヒーズル国ではそこら中で花が咲いてるから、おそらく向こうでは珍しい光景ではないと思う。ハンガリー。見てるだけで妊娠した。いつか、本場の桜を見に行きたい、台湾。日本が、全力で私を呼んでいる、タイ。線路に、ゴミが全く落ちていない、先進国の光景に乾杯。国籍不明。花見っていう、花を鑑賞する文化があるくらいだし、花をめでるのは、日本の伝統なんだろうね。ロシア。春の日本は夢の中を旅するような感覚なんだろうな。ブラジル。花の美しさだけでも、日本には敬意を払う価値がある。チェコ。桜って本当に綺麗だよね。私の国の大都市にあるすべての道路沿いに植えてほしい。街が華やかになるし、絶対綺麗だと思う。ブラジル。しかし、お花見シーズンには、嵐電も、桜バージョンの車両が走っており、かなりの賑わいで乗車するのも大変だと言われていた。嵐電に乗って嵐山を目指すのが楽しいのですが、これも行楽シーズンになると、あまりの人手でお出かけが億劫になってしまうのだが。京都も良いけれど、近場での桜の名所も探して、来年は出かけてみたいものだと思っている。